本間陽先生です。29日ですね。まあ、マイナス1128円、投資金額は111万2697円ですね。110万ぐらいですね、投資してますね。で、ここまでの予定なんですけど、決算がね、ずっと落ちてこないかなということですね。で、勝率が 60% 以上、このシグナルはね、このシグナルの間ですね、この間で投資なさいって、この間で投資なさいって、この括弧の中ね、投資目安ですね。もうちょっと狭くていいね。こっちの投資するからね。最後ぐらいで分かるね、これね。分かりますね、大体ね。投資目安ですね。まあ実際としてるのは真ん中になってます。一回の利益 0.0004 ですね。40回投資されてるわけですね、これね、ずっとね。また全部、ここのところはね、すごくいいですね、調子はね。この勝率もっと上げることはあるんだけど、取りシグナルがこれはね、40個ね、少なくなっちゃうんですね。でこれダブル打ちしないやつ、しかも難品なしのやつ、ね、だからこれなんかはすごく儲かってんね、この間ね。でこれでこうでしょ、でこれがこうでしょ、でこれが負け、これが勝ち、でこれは負け、これは勝ち、これが勝ちね、これが勝ちと。こう見るともうほとんど勝ってますね、これね。強いね。その前はどうかな。これもいいよな。ちょっと見えないね、これね。機械的に真ん中に打ってもこの勝率ですからね。この格好で調子いい時に打てるんですね。この性格だな。ここは下がって出てもこうだからね。うん。青こうでした。